れだけ取れたんだろう、いくらかかったんだろうとかすごい気になります、うん、やばい。今日はですね、スペシャルゲストに来ていただこうと思います。どうぞ。有名な整形アイドル、とどろきちゃんです。はい、よろしくお願いいたします。整形アイドル、とどろきちゃんです。いつもだとなかなかお伝えできないこととか、美容整形のまあリアルについて一緒にお話できたらいいのかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。とどろきちゃんの YouTube と前から見てて、脂肪吸引に関して、まあ、いろんな思いがある方なのかなっていうのがありまして、はい、脂肪吸引は、まあ、自分ではしない派。そうですね、うんうん、首から下は、うん、まあ自分ではしない、否定派ではないんですけど、うんうん、筋トレとかそういったところでカバーできたらいいなと思ってる派です。はい、まあ、そういう感じで今日ちょっと本音を話せたらいいのかなって思うんですけども、はい、とどろきちゃんとその脂肪吸引に関してちょっと真剣な話、本当にやるメリットがあるのかとか、まあ、そういったあの話はとどろきちゃんのチャンネルの方でちょっと詳しくご紹介してますので、ちょっと概要欄にリンク貼っておきますので、ちょっとそちらも見てみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。とどろきちゃん、実は脂肪吸引をしなくてすごい痩せたんですよね。痩せさせていただきました。筋トレで10キロ以上はいったと思います。すごいですよね、10キロ。どのぐらいの期間で痩せたんですか？1年くらいですかね、うんうん、まあ、1年かからないくらいで10キロを達成して、うんうん、その後からもスルスルとちょっとずつ健康体になってきてるっていうか、僕の個人的な意見としては、脂肪吸引もしてかつ、まあ、ダイエットもするとなんか完璧なのかなって、うん、そうですね、ボディメイク、綺麗な体型が作りやすい、うん、そう、どうやってやったら脂肪吸引せずにこんだけ結果を出せるのかっていうのをちょっと実際聞いていきたいと思います。はい、でその前に1年でこの10キロ痩せたっていうそのビフォーの写真をちょっと見せてほしいなと思うんですけど。いますか？はい、ありますけど、もう黒歴史ではあるんですけど、お見せして大丈夫ですか？はい、じゃあまず崩します先生に。マジっすかって感じなんですよですよね。この時でも太ってるとあんまり自分では思ってなかったぐらいで、結構マジですかっていう感じの、はい、これでも本当にすごいですよ。これこれ見たらえっと思うと思うんですけど、見せちゃいます？見せちゃっていいですかね、はい、よろしいでしょうか？はい、自覚がなかった時で、でも相当お腹とか、うんうん、やっぱり二の腕とか今と全然違うなっていう風にインパクトあると思うんですけど、なんかそのダイエットをする上で脂肪吸引したいなって思う時期とかってありました？あ、でもありました。最初、うん、私は筋トレから始めたので、うんうん、最初からスルスルと体重が落ちていったわけではなくて、最初の代謝を上げる期間っていうのが、うんうん、どっちかっていうと筋肉を増やすことによって増えていく、うんうん、体重としては、うんうん、っていうので、なんでこんなに頑張ってるのに体重は減らないんだろうっていう停滞期みたいなものがあって、うん、それでこれは短期間で痩せたいんだったら吸っちゃった方がいいのかもっていう選択肢の一つとして浮かんだことありました。何ヶ月ぐらいがこの停滞期っていうか、はい、なかなか頑張っても痩せないなみたいな時期なんですか？最初の2ヶ月とか、うん、体が健康になっていくのは分かるんですけど、うんうん、数字として結果が見えてこないっていうのでしんどかったです、うんうん、なるほど。最初の2ヶ月以外に挫折しそうになった時期とかありますか？挫折というよりなんですけど、うん、ある程度痩せてきたっていう時に、うん、もういいかなって甘えちゃう期間とかはありました、うん、なるほど。でもそれを乗り越えたってことですもんね。もうジムの回数券で行くしかねえと思って、はい、それでも乗り越えました。なるほど。逆に聞きたいのが、ダイエットするときって食事抜いちゃうって人とかもいるじゃないですか？そうですね。なんかどういう工夫とかしたのか、もしあれば教えてほしいんですけど。はい、うん、私の場合は、うん、パーソナルジムに通って自分にぴったりのメニューを組んでもらって、うんうん、筋トレをメインにして、うん、その後に有酸素運動を組み合わせるっていう方法をとってたんですけど、うんうん、食事制限とか一切してなくて、うん、むしろ増やしたぐらいです。食事は増やすんですか？食事は増やしました。筋肉を作るのに逆に栄養が足りないっていう風に言われたので、うん、もう無理やり食べるようにして、うん、3食しっかり食べて健康な体にするようにっていうのを意識しました。皆さんすごいびっくりしません？食事を増やして痩せるって聞くと。あ、でも確かに動画で話してても、うん、絶対に食事制限はしたでしょうっていう言われることがすごい多くて、うんうん、甘いものも普通に食べてましたし、うんうん、お肉とかもいっぱい食べて、ご飯、お米もいっぱい食べてっていう風にしてたので、うんうん、すごい驚かれることはすごい多いです。なるほど。逆にもしも自分が脂肪吸引したらどのぐらい取れたかとかって興味ありませんか？あります
この時ですよね。はい、この時。この時にしてたら、うん、どれだけ短期間で、うん、綺麗な体になれたかとかも興味あるし、どれだけ取れたんだろう、いくらかかったんだろうとかすごい気になります。うんうん、そうですよね。でも脂肪吸引のカウンセリングとか行ったことないんですか？その。ないです。あ、ないんですか？あの顔はやったことがあるんですよ、うんうん、でもそれも何年も前の話で、うんうん、体については一回もカウンセリングに行ったことがなくて。あ、そうなんですか？だから何も知らないです。画像でと大体どのぐらいかは分かるんで。おお。ちょっとお伝えしちゃってもいいですか、ね、え、いいんですか？はい、大体怖いな、聞くの。ちょっともう一回画像を見せていただいて、はい、この時はもう全部のビッグに気になってました。私自身気になってたというよりは、今見るとすごいなっていう感じで、うんうんうん、まずじゃ あの一番取れそうなのが、まあ、お腹とか太ももなんですよね。はい、うん、これで身長は割と高い方ですよね。そうですね、162センチあります。162センチ。足だけでも 2000cc は絶対取れるんです。体重と身長とこのはい、本当にやばい。でお腹は本当にお腹は触らないと分かんないんですけど、はい、内臓脂肪って方も多いじゃないですか。はい、そうですね。なのでウエストは結構あるのかなって。ありました。線とか取れるんじゃないですか。この時にやってたらもう相当短期間でスッって。そうですね。で、あと二の腕も結構ありますよね。あります、うん、この肩甲骨横、はい、うん、今すごいスラーっとしてるんですけど、この表側、こっち側、はい、こっち側も結構ついてて、その背中ですね、背中も結構だから二の腕とこの背中だけで本当に1000ぐらいは取れると思いますよ、実際合計で多分 4000cc ぐらい。上端がもしそのダイエットをしないで、はい、脂肪筋したら到底で 4000cc ぐらいの脂肪は取れたのかなっていうのはありますね。うわ、すごい。私は1年間かけて長時間でそういう風に作っていったけど、うんうんうん、脂肪吸引のメリットとしてはやっぱり、うん、まあ、時間をまあ縮められるっていうところだったりとかしますよね、うんうん、でも考え方は本当人それぞれなので、はい、何が先って正解ないと思うんですよ。あの脂肪吸引を先にしてその後ダイエット頑張る方も多いと思うし、うん、ダイエットしてそれでもなかなか難しいっていう部分だけ、うん、そう脂肪筋するって方も多いと思うので、本当どっちが正解ってのはなくて、ないです。自分が一番納得できるっていうか、はい、あのなかなかもうダイエットが辛いっていう人もいるじゃないですか。そうですね、うん、頑張ってるのに思うように結果が出なくて、うん、あの相談に行くっていう方は友達とかでもすごくいっぱいいたので、うん、どうしてもお腹だけ落ちないとか、うん、そうだからどうしても落ちない部分だけやるっていうのもありだと思うし、そうですね、まあ、もしそういうのが気になってるんであれば、まあ、カウンセリングとかで担当の先生に相談するでもいいと思うので、はい、あくまでも一つの手段ですね。そうですね、脂肪筋っていうのはそれで考えていただけるといいと思います。私自身はなんか結構健康体になりたいみたいな、もともと筋肉量がすごく少なくて、うんうん、でその筋肉もつけていきたいっていう気持ちがあったので、うんうん、1年間っていう、まあ、長いスパンで頑張れたんですけど、うんうん、まあ、なんか脂肪吸引をしたことで美意識が上がって、その後キープにすごい、うんうん、あの力をかけられるようになるっていう友達もいたので、うんうん、なんかそれはなんか自分のあのやり方次第というか、その人に合った方法があるんだなっていうのすごい思いました。うんうん、轟ちゃんはその1年間で脂肪筋せずに自力でダイエット頑張ったと思うんですけども、今もし轟ちゃんが脂肪筋したら果たして脂肪が取れるのかどうかとか、コラボ動画であの詳しく解説してますので、ちょっと参考にしたい方、あの轟ちゃんあとどのぐらい脂肪取れるか気になる方は、そちらのコラボ動画をあのこちらの概要欄のリンクに貼っておきますので、ちょっと参考にしてみてください。はい、驚きの結果でした、はい、今回はですねスペシャルゲストとどろきちゃんに来ていただきまして、あの脂肪吸引のことをちょっと一緒にお話しさせていただきました。はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問や疑問がありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。ありがとうございました。ありがとうございました。